天灯虫の歌は、川崎登による少年漫画作品。テレビアニメ化もされている。タイトルは、主人公が七人兄弟であることから、七星天灯の甲羅な星の数にちなんだもの。1973年から2年間、小学館の学年別学習雑誌にて連載。この漫画及びこのアニメを機に、1974年8月1日より、小学館のコミックレーベル。 伝統虫コミックスが刊行されるきっかけとなった。2005年現在、伝統虫コミックスライブラリー版で入手可能である。両親を飛行機事故で失ってしまい、兄弟7人で力を合わせて生活していく一周。兄弟の心温まる物語。アニメでは、事故ではなく、過労による病気で、すでに両親が個人となったところから始まった。兄弟の名前は、月、日、水。 木、金、土、人、曜日の名前をモチーフにしている。祖父の配慮で豪邸の敷地内に建てさせたバラックに住まわされ、自ら生計を建てることを要求され、このため、上の死刑は、小学生にもかかわらず、アルバイトで生活費を稼ぎ、下の低迷の親代わりとなる。なお、原作では、家事と日曜子が単行本第1話で、 福引きで当てた北海道旅行を両親にプレゼントしたものの第2話で行きの飛行機が墜落。遺体は見つからず死亡または行方不明と報道される。衝撃的な事件を描く前に明るい家族模様や両親の完璧さを十分に描くことで悲劇性を強めるとともにやがて自分たちだけで行動を起こす兄弟の目標を明確に示した幕開けである。 アニメ版では、生前の両親の描写は抑えられ、回想シーンのみで登場している。一周家と同居している動物たち。彼らの名前は、当時の川崎プロのスタッフなど、作者の身近な人物に由来する。なお、ムースケコソロクノビールは、アニメ未登場。1974年10月6日から1976年9月26日に、フジテレビ系にて放送。 全104話、タツノコプロ制作。平均視聴率は16.7%。巨人の星や、稲カッペ大賞に続く、川崎昇のアニメ化作品で、フジテレビ系でのタツノコプロ制作のアニメとしては、稲カッペ大賞から2年越しとなる。2003年9月には、全話収録の DVD ボックスが2巻に分けて、発売され、単館 DVD も順次発売された。 主題歌を収録した EP レコードは日本コロンビアより発売された。以前に放送された稲カッペ大賞と同様、当時の小学館プロダクションが著作権を有していた。また日本コロンビアから発売された CD、続、テレビ漫画主題歌の歩みには、僕ら兄弟転倒中を収録、続、テレビ懐かしの B 面コレクションには、 七星点灯星七つが収録された。系列は、当時の系列。辰の子世界遺産、辰の子作品都市長率、北海道新聞1975年3月から4月、テレビ欄。日刊スポーツ1975年2月6日付、テレビ欄。下北新報1975年1月9日から1月30日付長官、テレビ欄。 日刊スポーツ1975年2月2日付、テレビ欄。福島民放1977年4月26日から9月20日付長官、テレビ欄。日刊スポーツ1975年2月5日付、テレビ欄。日刊スポーツ1975年2月2日付、テレビ欄。北国新聞1975年3月2日付長官テレビ欄。 中国新聞、1975年5月9日、20ページ、テレビラジオ欄。ありがとうございます。